だから面白いのは、だから本当に多分数年前とかの試合とかもそうだけど、見てるとやっぱこうボール取る時とかってこう スティックしてるじゃん。スティックしてるのがやっぱかなりドラスティックに、このあのなんだろうな、もう吸収するような、むしろ体の近いところに入れて、審判からどう見えるか、どういうふうに取ったらストライクコールされるかっていうところで、もうある意味結構今まで言ってたのと真逆のことやらせてるわけじゃん。その、ま、ワンニースタイルとかもそうだけど、お前も言ったけど基本ゴーハットだったって言われたものを、まあ統計学っていう根拠を後ろに置いといて、そのキャッチングのスタイルをもう全くもってある意味180度変えたみたいな状態だから、まあそれはだからあれだよね、選手たちからしたら最初はん？どういうことだってなる可能性は十分にあるよね。その難しいよね、そこのなんかこう入れ方みたいな、導入の仕方みたいなね。うん、まあでもそうですね、まあ去年、まあ、いろんなとこから選手来た選手も、まあ各球団で多分もうやっぱり入れ始めてることなので、まあどういうことだっていうのは分かってるし、まあそれを理解した上でみんなキャンプに入ってくるんで、まあなんでこんなことしてるんだって驚く選手っていうのは去年は結構いたんですけど、うん、今年は全くと言っていいほどいなかったですし、まあみんなどういう理由でやってるんだかっていうのももう確実に分かってて、まあメジャーの中でもすごい数字を上げてきてる選手もいるじゃないですか。うん、アトランタのフラワーズとか、まあ、ドジャースのバーンズですか、うん、まあ、彼もすごく数字がいいと思うんですけど、まあ、彼らがどうこうチームに貢献してるかっていうのを選手みんなもうこう知ってきてるんで、まあ、それは大きいのかなっていうのは思いますよね。そうだね、だからそのやっぱフレーミングスコアを選手が実際どれぐらいのスコアが自分に対して出てるかっていうのをこう見れるようになっちゃってるっていうのはまあ大きいかもしれないね。だから2年前ついに初めて、まあフランチャイズのその歴史の中で初めてこうキャッチングコーディネーター雇って、だからツインズの場合は前も言ったけど、やっぱそのいきなりメジャーから環境的にできなかったから、そのマイナーの統括してる人からマイナーから変えていったんだけど、でもやっぱ正直その1年目は今ウェマスク言ったみたいに結構その選手たちは、はぁみたいになってたよね。なってて、で多分ファーストハーフ終わったぐらいの時にやっぱそのフレーミングスコアが出てて、そのフレーミングスコアを選手たちにこうやっぱビジュアルですね、目で見せて納得させることで、あ、実際こういう風な結果が出てるんだとか、まあ自分のパフォーマンスがこれだけ上がってるんだとかって分かってから、セカンドハーフ以降にやっぱりちょっとこうバイインするっていうか、じゃあもうちょっと本格的にやろうかなみたいな流れになったから、まあまあまあ、だから本当にそういう感じだよね、今の状態ってのはね。うん、上松君言ってくれたみたいに、まず最初はまあまあ基礎だから素で使ってベアハンドで、やっぱりその言ったみたいに適応力試合の中でつけなきゃいけないから、まあ小さい重さのあるボールとか大きさとか重さとか変えたりしてボトムをこう取る練習するっていうのもそうだし、まあミニグラブ使ってやるのもそうだし、まあ今の時代だったらそのやっぱピッチャーのタイプっていうのがもう明らかにこう分かれるじゃん。まあノースサウスタイプとイーストウエストとかで分かれるから、そのノースサウスイーストウエストのタイプとかに合わせてのじゃあキャッチングの練習みたいな、それを例えばマシン使ってどうやってやるかとか、まあ、器具使ってどうやってやるかとか、まあそうだね、だから結局その試合の中で試合の実際のボールを取ることが簡単になるように練習の環境の中ではそれに対しての負荷かける、で負荷かけて試合に行った時に簡単にできるような状態っていうのを作るっていうのが多分考え方としてはあって、だそういう環境を多分提供するのがそのキャッチングコーディネーターみたいな感じなんだけど、ただうちは過去2年間その新しく取ったうちのキャッチングコーディネーターっていうのが今年からヤンキースのメジャーの方に引っ張られちゃったから、でそれをまあちょっとまあアシスタント的にまあヘルプしてた人間がいるから、その彼が今引き継いでそれをこう基本的には教えてるみたいな感じだよね。うん、まあだからボトムを
どうやってあのボールからストライクするかっていうところと、今言ったみたいに環境的に負荷をかける、試合に向けて簡単になるっていう、ことやってるかな。練習内容はまあ本当に特に似てますよね。あのやっぱりみんな同じようなことやってるんだなっていうのは思いました。そうだね、多分っていうか、そのやっぱほらアメリカってさ、なんかこう1年に1回さ、なんかこういろんなコーチが集まってプレゼンする場所あるじゃん。で多分あそこでやっぱそのいろんなキャッチャーのコーチとかがあの考え持ち合って意見交換してとかってやってるから、ある程度はなんかこうなんだろうな、あのそこで情報共有してるんだよね、みんなで。でみんなでしてて、それのトップの人たちっていうのが多分今メジャーに引き抜かれてみたいになってるからさ、まあでも面白いのは、多分これあんま知られてないんだけど、うちにいたその今年からヤンキース引っ張られちゃったタナットは、あのキャッチャー経験ないからね一切ないからね。あの本人は、まあ、プロでやってないんだけど、本人あの選手でやった時は内野手で、でキャッチャーの自分がキャッチャーで試合をしたことは1試合もないっていうっていう人が、まあ実はあの過去2年間のツインズのフレーミングの主導をしていたっていうねだからまあ入ってきた時っていうのは結構現場サイド あのコーチとかびっくりしてたよ、それは、びっくりしてた。でも逆に変な風に今までなんかその凝り固まるような考え方がないっていうのも逆にそのプラスに働くから、でそういう意味では彼はすっごいこう環境作りにおいてはクリエイティブな人だったんで、まあ、練習の方法とかっていうのはすんごい面白かったね、見たことないぐらいちょっとそれは面白かった。でも練習の方法って結構その、まあ、結構そうクリエイティブになってのやり方でやると選手もこうやっぱ食いついてくるし、やってて多分面白いんで、そういうのって本当に大切なんだなってこのキャンプを見てすごい思いましたし、まあ主力の選手たちもいろんな新しい今までやったことない練習をやってみて、ああこれだったらなんか常にこうつまんない練習やってるんじゃなくて、こういうやり方だったらを昔から教わってたらもっと良かったのになっていうことを言う選手もいたんで、まあ、すごくそういうのって大切なんだなって思いますよね。いやそうだね、だからなんかそのやっぱコンペティションって競争することとか、まあ、レピテーションってこう回数することとか、やっぱこうそこがあんまりルーティン化されちゃうと、選手ってやっぱこう同じ、まあ同じじゃん、要はさその自転車乗るときに、まあ例えば上松くんのお子さんこれが大きくなってってさ、最初補助つけて乗るわけだけど、補助つけて乗れるようになったらその補助外すわけじゃない。で練習の環境とかっていうのは多分それ に近いものにしていかなきゃいけないから、もう補助あって乗れるような状態になってるのに、ずっと補助つけてもその先のスキルはつかないのと同じで、だからキャッチングの練習させるときもこれは内野も打者もそうだけど、そこの環境の提供をいかに、まあ、監督コーチとかスタッフがしてあげるかっていうのは多分すごい大事なんだよね。でだからそこはなんかやっぱすごいこっち来てマイナーの中入って育成していく中で、まあすごい考えてるなっていうのは感じるよね、すごく、でもこのフレーミングのこの今のそのやってるやり方っていうのは、まあ見てて思うのは、これを子どもの頃から教えるべきなのかっていうのはすごい疑問で、コントロールのメジャーリーグのコントロールのいいピッチャーだからこそこう膝をついて、ああいう体勢でキャッチャーが取れるんですけど、これやっぱり子どもの頃から手だけでボールを取りに行くっていう技術を教えたから将来こういう取り方ができるかって言ったら、まあ分かんないですし、まあ自分も子供を、まあ、教えることもあるので、そこはすごく思ってて、まあ子供には昔からのこう体を持って正面で取りに行けっていうのを教えて、それからレベルが上がってきたら、まあ、メジャーやってるようなこう手で取りに手でキャッチ手だけで行くようなキャッチングっていうのをさせた方がいいのかなっていうのも思いますし、だからちょっと、考えるところもこのフレーミングっていうのは、見てて思いますね。
いやでももうそれこう今まさにおっしゃる通りで、まあ、必ずしもメジャーで多分アプライしてることがどこ他の環境に絶対当てはまるっていうことはないし、まあそこに対しての、まあ、指導者とかコーチしてる人っていうのはいつも多分疑問持ってなきゃいけないし、まあこの前も話したみたいに、じゃあその日本人選手に全く同じものをじゃあアメリカで今やってるものをじゃあアプライ して効果的かって言ったら、じゃあ必ずしもそうじゃないかもしれないじゃん。でそれはなんでかって言ったら、この前も言ったみたいに、まあ日本人のキャッチャーの例えば股関節の動きとか膝関節の動きっていうのはやっぱアメリカ人とは違うから、やっぱその中でもちろんそのじゃあフレーミングのコンセプトをその適用させていかなきゃいけないってこともあるし、今上松君まさに言ったみたいに、じゃあ小学生を教えるときはどうなんだ、中学生を教えるときはどうなんだっていうのは、それも環境環境とかレベルとかによって多分少しずつそのアジャストさせていかなきゃいけない部分って絶対あるから、だからそこの裁量を、なんかこれが絶対とかじゃなくて、そこの裁量を持っといてやるってことがすごい重要だよね。そうですね、はい。ただなんかあれだよね、その今ほら日本とかでも、まあタグボとかがさ、オンデックサークルでそれこそメジャーのねやってるようなキャッチングのそのフレーミングの練習の方法の紹介とかしてるんだけど、ただ一つすごくメリットだと思うのは、まあその全てがアプライしないとしても、世界のトップレベルで今こういうことが行われてるんだよっていう先にあるこうある程度こう絵を見せてあげられるっていうのは多分すごく大きいんで、ああこれが世界最高峰のレベルで今やってることなんだって分かりながら、キャッチングの練習をそこに向かって今は自分はこの状況だからこのフェーズやっとこうとかってなるのはすごく多分いいことだから、だからそういう意味ではなんか羨ましいよね。俺らの時代なんか絶対そんなのないから全然そんなこと教えてくれるような知識持ってる人たちもいないからさ、まあ、そういう意味ではね、なんかその環境的にすごい羨ましいなと思うよね、うん。まあ、今本当に何でも調べて見られますからね、その YouTube、ね、うん、だから、まあ、コーチ、例えば自分のチームの高校野球のコーチがあんまり知らなくてもキャッチャー出身の人がいないって知識がない人でも自分たちでこういろんなことを調べていろんなところから情報が得られるんで、そういうところは本当に羨ましいなと思いますし、うんうん、そういう環境だったらよかったなっていうのは思いましたね。そうだね、だからまあ本当にその側面っていうのはすごくいいよね。だからあともう一つは、まあリスクももう一つ当然あって、情報があまりにもあるんで、じゃあどこからそれをこうね取っていくかっていうのも多分これからの時代の人っていうのはすごい大変だよね。そこのソースを選ぶ力がないと逆に間違ったものを自分の中に落とし込んじゃうって可能性もやっぱ十分にあるから、まあ取捨選択ができるようになったんだけど、そこのリスクもあるけど、でもその使い方とかを分かってやってたら、まあこんなに恵まれた時代はないなって逆に思っちゃうけどね、うん、選手の立場からするとね、うん、子供の頃からこう自分の得たい情報を得て、それを取り入れるか取り入れないかっていうのは自分の、まあ、選択になってくるんで、そういう情報のこう、プロセスの仕方だとか選び方っていうのを、まあ、昔からやっていけて、でそうすればやっぱり情報ってこう、自分で選んでいい情報だけ入ってくると思うんで、まあ、そういうことをさせるっていうのもすごい大切なのかなと。そうだね、間違いないね。これからの時代生きていく子たちならそこの力ってめちゃくちゃ求められちゃうから、うん、そこはもう間違いないね。これでもね、感覚的に言うと過去2年のドラフト見てると、そこまで専門的にはやっぱり受けてないよね。で、一つの理由っていうのは、大学野球ってそんなそれこそマイナーとかメジャーほど専門的にコーチ当てがえないから、人数に対して、うん、だからそんなにこう例えばフレーミングのこととかも深掘りして教えられる人がいるかって言ったら、比率的にはまあ少ないと思うよ。だから例えばタナがいた学校はすげえ運が良くて、たまたまそのタナがいたからっていうのはあるかもしれないけど、でもじゃあそれが全体的にめちゃくちゃ広がってるかっていうと、多分そんなことはあんまり、過去2年のドラフトの入ってきた選手の知識とか見てると、そういうことはない、ないかな。で、どちらかというと、
そのリージョンとか、そのどこの州に属してるかによって、逆を言ったらあのフレーミングとかじゃなくてラップソードとかトラックマンデータにはもう慣れてますとかっていうのはあるんだよね。やっぱその進んでる区域みたいなのが多分あるから、アメリカの大学の中とかでも、うん、あるけど、まあでもフレーミング、ことフレーミングに関してはなんかそんなにどうなのかなって感じだね、感触的には。うん、うちの、去年一昨年、いや1巡目で入ってきたキャッチャーが、まあ、今大学の状況もすごい変わり始めてるって言って、まあ、彼の大学もすごい野球の名門で、いい環境でできるあれなんで、だけどまあいろんなそのテクノロジーっていうのは入ってきてるっていうのは聞きますし、まあ、でもフレーミングについてはあんまりそこまで言って変わってきたってことは聞かなかったですね。やっぱりラブソードを使ってあのピッチャーのデータを見たりはするけど、キャッチャーに関しては、うん、まあ、そこまで多分まだ学生野球では進んでないんじゃないかなとは思いますね。そうだね、結局のところやっぱだってその資金力とかさ、人材入れる数とかを含めてさ、まあ、どう考えて一つの大学が MLB よりもいるかってそれはないから、だから多分データ取ってますって言っても、じゃあそのデータラップソードとかトラックマン取ってどういうふうに実際その現場の一人のピッチャーに落とし込んでって、どうやってコーチングするかってところまではなかなかできてる大学っていうのは少ないよね。多分それはもう資金力があって人がいてとかっていう、その彼が入ってくるようなビッグスクールとかあったら可能かもしれないけど、じゃあ地方の2部とか3部の大学でじゃあそれが行われてるかって言ったら、まあこれは難しいだろうね、論理的には。それは確実に今年は多いですね。もう本当にその今言った打率のような感覚でキャッチャー同士で話したり、キャッチャーとコーチで話したり、そういうのは本当によく聞くんで、今年はでもそれはすごい変わってきたなと思います。いや、それはでもすごいな。その現場でやっぱそういうことが起きてるっていうのはすごいよね。うん、でもうちもでもほら、この前スプリングトレーニング行った時さ、ミッチーとかやっぱまだ若いキャッチャーで、ここ 1,2 年とかのキャッチャーで若くて、去年とか30本ぐらいホームラン打った子がいるんだけど、でも上松くん言ってるみたいに、自分のフレーミングスコアがどう変わったかっていうところの認識はしてるよね。なんか例えば18年で1年目キャッチングコーディネーター初めて来た時っていうのは、そのやっぱボトムのゾーンのフレーミングのスコアが低かったっていうのがあって、でそれをじゃあ一生懸命やりますって言ったら、やっぱ2019年はボトムは改善されたっていうやっぱデータが出てくるんだよね、その練習頑張って多分してたから。でしてて、じゃあこれからどうすんのってなったら、じゃあボトム取れたから今度はノースサウスでノースの高めのキャリーファーストボールとかも19年よりもうまくキャッチングできるようにしてフレーミングスコア上げましょうみたいな感じでやってるから、まあ、そういう意味ではね、すげえ、なんていうのかな、理にかなってるよね。できないところを一個一個段階を追って潰していこうみたいな感じでやってるからさ。うん、